9年は創成以降、3年は東海大相模、あとはまもなく浅輪へ渡ります。浅輪は佐伯さん、2番手は福田一馬、浅輪は樋口さん、ここで西武大一馬が前に出ました。担当は雅人さん、まもなくコーナーカットを通過します。ここで2番に上がりましたのは東平、5、7、3、3頭は大西さん、4、2、6、1、東平が前に出て間もなくアンカーへ、西武大学の阿部が担当を務めます。西武大学の松藤さん、その目の下は大村さん、そして後ろから法政理工が見上げます。法政理工のアンカーはガードナレイチェル真由さん、先頭は高専高、お台場の列の速報です。客高専に時間3分55秒西武大一馬3分57秒06。今はスクリーンをご覧ください。女子 1600m リレー予選3組結果確定です。
投擲場で行われております女子ハマ投げ決勝、1回目の試技が終了しまして2回目に入りました。現在トップは信州館高校岡松庵 44m70、 2番手は藤田優和東洋大牛高校 43m80、 現在8位が 35m38、 女子のハンマー投げは投擲場で2回目の試技に入っております。